フォルツァスタイル、皆さんご無沙汰しております。赤峰流の赤峰でございます。有料版のような一つの新しいチャンネルを作りました。まあ、これをですね、皆さんにぜひ、ご覧いただきたく、しっかりと、商品を揃えてまいりまして、もう今私の家は空っぽ状態です。もうほとんどスタジオに持ってきちゃったと、こんなことでですね、ぜひ今日は、ネイビーをちょっと語らせていただきますので、よろしくお願いします。テーマは、ネイビーでございます。実は、まあ、多くの方は私のことをあの 茶男とか言っちゃったね。でなんか茶色の赤峰みたいに言われちゃってるんだけど、実はそうじゃないんです。っていうのもですね、まあ、私がやっぱり今からやっぱり50年前に初めてイタリアに行った時、全てはそこから始まります。南のイタリア、それもどこかというと、こちらでございます。カプリ島にある青の洞窟、これをちょっと私がスケッチしたものなんですけど、この青の色を見ちゃってからですね、やっぱりネイビーっていう色がただ単なる紺色なんていう一言じゃ言えない、さまざまな美しいブルーがあることを、まあ、目の当たりにしたわけですね。でその次は、30年前フロレンスにいる、にお店があったエルマンノ・ダエーリというお店がありまして、でそのエルマンノ・ダエーリで最初に、まあ私が購入したのは、この水着でございます。チェレステという空のような薄色のブルーの、水着を買ったという思い出がございます。こんなようなイタリアが教えてくれたブルーみたいなことについてですね、今日は何通りか、まあ、特にドレスのライン、いろいろとお話ししていきたいと思います。それではネイビーのドレス、これからちょっと始めたいと思います。こちらにございますのが、ドレスライン、まあ、特にですね、この中にもいくつかのタイプがありますけど、まあ、一つお勧めしたいのは、こちらですね。これはあの素材がいわゆるトニックという、まあ、ドーメルという会社がやっているトニック2000というスーツです。このスーツはもう私がもう31年ぐらいかな着てます。これに合わせるものの一つとすると、この辺の色合わせ、まあ、これはもうかなり大人でシックな合わせ方です。もうちょっとさらに大人感なんていうと、こちらぐらいのブルーでも非常によく合います。これはまああのフランスのシャルベというところのネクタイなんですけど、まあ、こんなブルーの色の薄色の濃淡が、実はこのスーツの生地の色も同じような色が入っているという。ただあくまでもポケットチーフに関しては、リネンの白のチーフをここに刺します。まあ、チーフは白、これがもう基本ですね。でシャツはパーティーの時は必ずダブルカフスをしていただいて、ワイドスプレッドでも結構ですし、レギュラーでも結構ですけど、まあ、そんな合わせ方をしていただくのがいいと思います。まあこれに、まあ、ドレスというイメージで言うと、こちらにございますアルバサーソンのいわゆるブレイシスですね。ブレイシスを、ちょろっと見えるなんていうような感じだと、まあ、よりレベルはちょっと高いのかなというところで、一つこの、トニックのスーツが、おすすめのものでございます。先ほどご説明したこのネイビーのトニックで、このトニックの無地に対してこの上に乗せるのが、まあ、ネイビーに今度は、かなりロイヤルブルーですから、こちらぐらいの色が入っている、ストライプです。これにストライプは全く合いません。
ですからあくまでもこれはクレストみたいなものか、まあ、もしくは、いわゆるプリントのネクタイか、もしくは、まあ、無地といっても、一般的な無地ではなくて、このぐらいの青みの無地のネクタイ、ベタっとした無地ではないけれどこういうものが合う。であとポイントになるのはこれにどの靴下を履かせるのということになるんですけど、まあ、私の場合はだいたいこの辺の、ソックスがですね、まあ、こちらはウール、これはまあコットンウールだったりするんですけど、だいたいこういうようなネイビーの明るいものに合わせて、で靴はドレスの場合は、ダークなかなりチョコレートでも濃いめのものに合わせる場合もあります。ネクタイの合わせによっては明るい濃い色で合わせる場合もあります。でも基本的にこのくらいのやや濃いめのネイビーですと、やっぱりチョコレートブラウンと言われるこの辺の色が私的にはおすすめかなというふうに思っております。次にちょっとレベルが高くなりますけど、こちらにあるスーツ、これも実はあのヴィンテージのモヘアという生地、モヘアの、いわゆるピンチェックですね。今こちらをご紹介して、こちらをご紹介しました。まあ、どれも似たようなネイビーでありますけれど、素材感に結構違いがあります。でこういうようなピンチェック、まあ、ダークなネイビーではないんですけど、どういうもので合わせるかというと、私の場合はこのぐらいのストライプと合わせていく。少しここにやっぱりこうザラッとした、いわゆるこの、まあ、ピンチェックによくこれ合いますよね。まあ、こんなようなネクタイと、相性上合わせるというやり方をしていきます。